こんにちは、鉄道博士だよ。リニア鉄道館に行ってきました。ここはね、名古屋から出ている青波線という電車に乗って、終点の金城埠頭駅で降りまして、そこから徒歩2分の場所にあります。はい、中入ってみますとね、まず C62、表記の蒸気機関車で、世界最速 の、ね、記録を出した機関車。そして 300X ですよね。 300X の先頭車が次に並んでいます。はい、もう片方の先頭車はね、前腹に置いてあるわけですけれども、そしてこちらが超電導リニアの MLX01-1 です。で、山梨県立リニア見学センターにある02はね、もうちょっと柔らかい感じの先頭形状なんですけども、こっちの01の方はね、尖ってるんですよね。はい、中入ってみます。で、中入ってみるとね、山梨で、展示をされているリニアのね、内部と、そうですね、一部微妙な違いがあるのかもしれないけど、全く同じに見えますね。はい、2列2列の、シートでね。で、断面を見てみますと、このようにね、航空機のような丸い断面になっております。この 300X はね、初代のぞみの300系新幹線の後に、700系新幹線のね、技術開発をするために、作られた試験車両なのでね、お客さんは乗せないで、1990年代にね、数年間活躍した新幹線電車ですね。で、東海道新幹線で深夜にね、時速443キロというね、当時の世界記録を出した車両です。はい、そしてこちらがね、メインの、建屋になるんですけれども、で、一旦ちょっとね、外に出てみます。以前はね、外は117系電車があったんですけど、それに代わってね、117系電車が、あったところに、現在ではね、N700 系の、これですね、量産先行試作車が搬入をされて、で、中にね、入れるようになっています。で、この車内では食事をね、取ったりすることもできます。N700 系のね、本当に初期の頃の、車両なんでね。はい、で、今N700 系は初期の車両はね、 N700 スモール A で、最初から N700A の性能で作ってあるのが N700 ラージ A っていう形でね、2種類ありますけれども、この N700 系新幹線は N700A への改造はね、されて、いないようです。車内はね、東海道新幹線でおなじみの、内装になってましてね、特に変わりはないですね。冷暖房の設備がね、追加をされていたのが、これ N700 スモール A ってなってますね。N700 スモール A なんですね、これ。N700A への改造も行われたんですね、これは。なるほど。失礼しました。はい。で、こちらがね、ランチトレインということで、
まあ、ご家族連れがよく利用されるんですかね。 X0 編成の戦闘車です。まあ、この N700 系っていうのはね、まあ、究極の東海道新幹線と言われております。そして、またメインのホールに戻りまして、700系新幹線、そしてこの右側がね、初代のぞみの300系新幹線の量産先行車ですかね。量産車と違うのはサイドにちょっと膨らみがあるんですよね、ボンネットのところので。100系新幹線と0系新幹線、そして右側は中央西線で走っていた特急下野の381系直流特急型電車です。そしてこちらは戦前に製造された流線系の電車、モハ52004という電車ですね。そしてこちらは大正時代1922年に鉄道省が製造した木製電車ですね。そしてこちらが大正時代にアメリカから輸入された電気機関車 ED11 です。大正時代はね、日本には電気機関車を作る技術がなかったそうなんですよね。はい、最高時速65キロって書いてありますね。あ、ゼネラルエレクトリックからね、輸入したエジソンが作った会社ですよね。まあ、そこから輸入をしたと書いてあります。そしてこちらが近年ね、飯田線でも使われてました ED18 という機関車で、これも大正時代に輸入された機関車なんですけれども、こちらはイギリスから輸入された機関車なんですね。で、昭和25年川崎車両改造でね、名板がついてますけれども、こちらはねイギリスから輸入されたって書いてありますけど、なんていう会社で作ったのかちょっと出てなかったですね。まあこの、独特のね、このサイドの形状が、まあ、印象的な、このね、板羽がね、まあ、重厚な感じがしますよね。そしてこちらは、1940年に製造された蒸気機関車 C57 の139号機です。日の丸の旗がね出てましたけれども、お召し列車でも使われた機関車ということでね、お召しのね、サボが入っておりましたけれども、そしてこちらがね珍しいんですよ、これ蒸気機関車と客車を一緒にしたような非常に珍しいタイプの、ホジ6014って書いてありますね。大正時代にね、これも作られたそうなんですけれども、まあ、動力源がね、この蒸気機関なので、まあ、かなりね、当然、まあ、ボイラーがあるので大きいわけですよ。で、まあ、この当時はね、ディーゼルエンジンがなかったんですかね。はい、こちらはね、このオイラン車です。これはオイラン車です。新しくね、線路を作った時にね、建築限界を測定する車両でね、このオイランの棒に当たると、まあ、そこがね、建築限界に触れるよっていうね、まあ、今は別の方式でね、オイラン車って使われてないですけど、で、
こちらはね、なんでしょう、まあ、昔の客車ですね。マイネ10。だから、一等寝台車ですね。これはオロネ10です。そしてこちらは、キハ4万8000というふうに書いてありますけれども、まあ、その後に、キハ11という名前にね、改称された、まあ、戦後すぐのね、気動車になります。でこちらはキハ82ですね。紀勢本線の、特急南紀で使われた車両です。はい、そしてこちらは1947年に製造されたモハ63というね、電車ですね。戦時設計の通勤型電車ということでね。はい。三鷹行きのサボが入ってます。そしてこちらが、165系の、こちらグリーン車ですね。サロ165です。1990年代まで、東京と静岡を結ぶ急行東海に使われていましたね。で、こちらが先頭車になります。このね、ヘッドマークがね、だいぶ大きくて印象的ですよね。はい、こちらはクハではなくてね、モーターがついているクモハ165になります。そしてこちらが以前はね、外に展示されていた117系、新快速のね、先頭車ですね。まあ、以前はここに、クロ381っていうね、381系の、改造してできた展望グリーン車があったんですけれども、それはなくなってしまいました。残念です。そしてこちらは、ゼロ系新幹線のビュッフェ車ですね。37っていうね、形式の、ビュッフェの車両です。で、こちらは、ゼロ系新幹線のグリーン車ですね。まあ、ゼロ系新幹線のかなり後期型ですよね。100系新幹線が登場する前のタイプです。ああ、ゼロ系の運転台があるんですね、こちらにはね。まあちょっとこれ、シミュレーターみたいに使うことはできないようですけれども。そして振り返ってみますとね、ドクターイエローの愛称で、おなじみのね、新幹線の減速をする電車のこれ先頭車になりますね。これはまあ、現在はね、現在のドクターイエローは700系をベースにした車両ですけれども、こちらは、まあ、ゼロ系をベースにした、ドクターイエローです。7号車ですね。まあ、ドクターイエローってなんで黄色なのかっていうと、まあ、お客さんが間違って乗らないようにっていうことなんだそうです。はい、そしてこちらは1985年、国鉄末期に登場しました百系新幹線のね、先頭車ですね。博士はね、1986年の
1月3日にですね、東京駅8時ちょうど発の光号で、グリーン個室に乗ってですね、まあ、グリーン個室って2階建ての1階にあるんで眺めは非常に良くないんですけど、まあ、それに乗って、東京駅から小倉駅までね、移動しました。あ、これ123の1って書いてあるんで、これ量産車の、ね、1号車なんですね。博士が乗ったのは試作車です。はい、懐かしい感じですよね。まあゼロ系の時代がね非常に長く続きましたからね。まあこちらは2階建ての食堂車がね、連結をされてますけれども、まあ食堂車がね、まあ、新幹線からなくなってもうだいぶ立ちますけれども、まあかつてはね、まあ昼間を走る、東海道山陽新幹線の中で温かい出来たての食事を楽しむことができたわけなんですよね。そしてこちらがドクターイエローの説明のね動画がありました。あ、こちらからちょっと入れないんですね。で、この左のね、ゼロ系新幹線と比べてみると、この100系の2階建て食堂車のね高さを実感できるかと思います。まあ、今はね東海道新幹線、まあ、高速で走れるっていうことが重視されてますのでね、まあ、車体の高さも非常に抑えた N700A がね、走っておりますけれども、まあ、100系新幹線はね、まあ、それと比べるとまあ、1階建ての車両でもだいぶ高かったんですよね。ゼロ系新幹線より100系新幹線の方が、高い、車両でした。こちらはね100系新幹線の普通車です。まあ普通車はね、なんだろう、まあ今と違って電源の設備とかはないですけど、まあそんなに今の N700A と変わんない感じかな。そしてこちらが食堂車ですよ。1階がね、厨房で、2階が食堂になっているんですね。なので食堂車を使わない人はこの1階の通路を使っていたわけですね。え、こんな感じでねコックさんが揺れる列車の中で料理を作っていたわけですよね。まあね、本当食堂車ってね、まあ2020年3月のダイヤ改正で、東京から伊豆急下田の間で走り始めるサフィール踊り子にね、久々にまあ食堂車が復活をするということですけれども、まあこういう感じでね、まあ、気軽に乗れる列車で、まあ、食堂車が連結されているっていうのは今は全くないわけなんでね。
あ、ここでね、食堂の、ま、待つ人のための椅子ですかね、今のはね。いやー、まあ当時のままですね。いや、ビーフシチュー食べましたよ、ここで。うん。で、下でね、できた料理が、エレベーターで、上に、送られてくるわけですね。まあ、1985年ということでね、まあ日本の黄金時代、まあおそらくもう二度とやってくることがないであろう日本の黄金時代に、今作られた、開発された百景新幹線です。まあこの当時の電車なんでね、まあバリアフリーっていう考え方は全くないわけですよね。で、百景新幹線の食堂車の外に出ました。そして次はね、ドクターイエローの先頭車の中に入ってみたいと思います。はい、まあ、ゼロ系ベースなのでね、まあ、ゼロ系とあんまり変わってないですけど、この上がね、この、ちょっと覗けるようになってて、観測ドームって書いてありますね。ここで、まあ、架線の、まあ、状況をですね、見て、何かをね、測定したりとか、する、そういうドームなんでしょうね。で、また、外に出ました。165系のね、グリーン車は、まあ、普段は使わない運転台がね、実は内蔵されていて、で今もね見えましたけれども、ヘッドライトもね、上にねついてましたね。はい、このね百景新幹線と比べると初代のぞみの300系新幹線がねいかに低いかっていうのがね、よくわかると思います。ねえ、百景新幹線はね、最高時速220キロでしたけども、300系がね、最高時速270キロで一挙に50キロもね、スピードアップしたわけなんでね、まあその当時の、まあ、1990年代前半の衝撃はね非常に大きかったと記憶しています。こちらはね、ゼロ系新幹線の、まあ、これは窓がね大きなタイプなんで初期の車両だと思いますが、先頭車ですね、1号車です。入ってみます。このね、まあ、紙コップがあって無料で水を飲めたわけですよね。いやー、今のね新幹線にもねつけてほしいですよね。でこちらは初期の車両なので、転換クロスシート、まあ、今でもね、新快速などの車両で使われてますけれども、リクライニングしないタイプのシートですね。で、このシートの次に採用されたのがね、二人掛けの方だけ、回転をして、三人掛けの方は回転をしないっていうね、シートがあって、そのシートはリクライニングはしたんですけどもね。
そしてこちらがゼロ系の食堂車です。ただいま満席ですっていうね、表示が出てましたけれども、まあ先ほどの百鬼夜新幹線の食堂車と比べるとね、この横に通路があるので、まあその分だけ、食堂の幅が狭くなっています。いやー、ゼロ系のね、食堂車でも食べましたよ。これこれ。いやー、懐かしい。いや、昔のまんまですね。はい、でね、厨房はこちらで、出来たてのものをね、ウェイトレスさんが持ってくるという形だったわけですね。懐かしいな。料理室っていうプレートが出てますね。まあね、中央新幹線が開業したら東海道新幹線もだいぶ線路容量にね、空きが出ると思うので、食堂車復活してほしいですよね。そうなったら本当に。左がね、キハ181ですね。中央西線が非電化だった頃に、特急シナノで使われていた気動車ですね。そしてこちらが電化された時にね、登場した381系振り子式のね、直流特急型電車です。これ1号機、1号なんですね。これ1号車なんですね。クハ381の1ですよ。ねえ。まあ、振り子式なのでね、車体の、まあ、上も下も、絞りがきつくてね、まあ、中は、振り子式じゃない車両に比べると狭いんですけれどもね。まあ、カーブの多い、中央西線を走るためにね、作られた車両です。で、この380系はね、屋根の上に何にも、ほとんど何にも乗ってないんですよね。まあ、これも重心を下げるための工夫ということだそうです。頭上注意ということで、結構ね、ドアも他の車両よりもドアの高さが低いような感じがしましたね。このシートは最初からついていたのかな。大学の鉄道研究会の同級生に、鉄道のね、座席の研究家がいましてね、彼は鉄道の座席のね、まあ、非常にその細かい分類をまとめたウェブサイトを持ってましてね、まあ、今でも、鉄道の座席の研究をしているようです。まあ、鉄道趣味っていうのはね、非常に奥が深い世界ですよね。まあ、キハ181はね、キハ82と、まあ、非常によく似てるんですけれども、こちらの方が高出力だったのかな。
キハ181っていうのは扉が折り戸だったんですね。キハ82とか、まあ、80系気動車は引き戸なんですけれども、キハ181は折り戸だったんです。まあね、今折り戸の扉のね、あの鉄道車両ってほとんどないんじゃないかなと思いますけど、この座席はね、おそらくアコモ改善時に、付け替えられたものだと思います。はい、キハ181の1号車見学しました。そしてこちらは111系電車ですかね。あ、クハ111の1ですね。これも1号車なんですね。これも佐久間レールパークに保存してあった車両なのかな。まあ、113系のね、ベースになった電車です。まあ、東海道本線などでね、使われていた電車ですけれども、ね、いやーね、1が4つ並んでますからね。はい、そしてこちらは飯田線で使われていた電車ですかね、これは。この電車はね、昭和2年に製造されたクモハ12ですね。以前はね、あの鶴見線でもクモハ12っていうね、電車が使われてましたけれども、それの仲間ですよね。まあ本当に昭和初期の電車なので、まあ当然冷房もないですけれども。そしてこちらがね、先ほどの、まあ、流線型の戦前の電車の中にね入ってみるとこんな感じで、これもね、まあ、晩年は飯田線で走っていたようですね。まあ、残念ながらちょっとね、走っていた時に、まあ、飯田線に行ってないのでね、走ってるところは見たことはないんですけれども、まあこれもね、本当に何だろう、まあ昭和初期っていうのはこういう流線型が流行ったんですよね。なので、あの EF55 っていうね、あの電気機関車が大宮の鉄道博物館に保存されてますけれども、まああれもね、まあ、特に、まあ、スピードを重視したっていうよりは、まあ、当時の流行りの流線型でデザインしたっていうね、まあ、そういう経緯があったようです。京阪神間の急行用ということで昭和11年からね、製造されたっていうふうに書いてありますね。まあ新快速の先祖なんですかね。そしてこちらは EF58 の157号機、まあ、通称イゴナナと呼ばれていた直流電気機関車で、まあ、この機関車もね、やはり晩年は、まあ、飯田線などでね、走っていたわけですけれども、まあ、EF58 ってね、人気ありますよね。大宮の鉄道博物館でも京都の鉄道博物館でも保存されてますからね。昭和21年から172両が製作されたと。
でね、初期の EF58 っていうのはデッキ付きだったわけですけれども、途中で、デザインが変わりましてね、このようなデッキのないタイプの、形状にね変わったわけです。そしてこちらの旧型客車はサハ43321ですね。名古屋行きのサボが出てます。うん、この客車は、まあ、戦後の設計なんですね。まあ、旧型客車ってね、まあ、一口に言いますけど、いろいろ種類が多すぎてね、よくわかんないですよね。はい、このような感じで。まあ、現在でもね、JR 東日本の高崎車両センター高崎支所には旧型客車が現役で、残っておりまして、まあ、水上行きとかね、横川行きの、まあ、SL や電気機関車あるいはディーゼル機関車が牽引する、臨時列車にね、使われていたりします。で、JR 西日本はね、まあ、数年前に、山口線の SL 山口号の、車両としてですね、まあ、新型旧型客車って言ったらいいのかな、35系客車っていうね、本当に昔の客車に見える最新型の客車を作りましたね。まあね、本当の旧型客車っていうのはね、冷房もないですし、まあ、非常にね、まあ、現在の乗客のニーズに合っていない部分がねあるので、まあ、そういう、まあ、JR 西日本の35系客車の、まあ、製造っていうのはね、まあ、非常に、まあ、画期的なことだったんじゃないのかなというふうに思います。でこちらがですね、先ほど見たこれですよ。これボイラーが見えるでしょうね。え、蒸気機関車に入っているボイラーよりはまあ小さいわけですけども、このね、客車の中にボイラーを入れたというか、まあ、客車と蒸気機関車を合体させたというかね、まあこれだけねスペース取るわけですよね。まあ、まあ、蒸気動車っていうんですよねこれね、なので、まあ、ディーゼルエンジンを使った気動車の、まあ、先祖にあたる車両ということですけれどもね、まあこれね蒸気機関なので、まあ SL と同じような音がしたと思うんでね、これ車内は結構うるさかったと思いますよ。まあ蒸気機関車にね牽引されている客車であればね、車両が別なので、まあそんなに耐え難いほどうるさいってわけじゃないですけどね、客車の端に、まあ、ボイラーがあってね、そこでシュポシュポ行ってるわけですからね、かなりうるさかったと思いますね。で、こちらのモハ1035の中にね入ってみます。ああ、このね天井の形状がね結構特徴的ですよね。
ロングシートが並んでおります。さて2階からですね、展示車両を眺めてみたいと思います。700系のね、花が随分長いのがお分かりいただけたかと思いますね。この2階建て食堂車の高さもねよく分かりますよね、こうやって見ると。はい、300系と100系の高さの違いもお分かりいただけますでしょうかね。こうして見るとね、100系新幹線、0系新幹線よりもね、高いのが分かりますよね、天井の高さが。はい、そして、381系電車の先頭車です。屋根の上にはね、ほとんど何も乗っておりません。はい、こうして見るとね、まあ、0系から700系まで花が随分長くなったのがね、お分かりいただけるかと思います。はい、先ほどのね、流線形の戦前の電車が右に見えております。はい、新幹線、横から見てみるとこんな感じになりますね。はい、EF58 と C57 が並んでおります。で、こちらね、毎日車両がねいくつも並んでいるところになります。まあ、こちらはね、車内には入ることはできないのがちょっと残念ですね。はい、このような感じになっております。というわけでね、展示車両から、黒381がなくなって、N700系のね、量産先行、先行車が追加をされたというリニア鉄道館からのね、動画をお送りしました。まあこれからね、2027年、リニア中央新幹線、品川名古屋間の開通を控えておりまして、どんな風に鉄道シーンが変わっていくのか注目していきたいと思います。鉄道は最高のエンターテインメント。鉄道博士、チャンネル登録よろしくね。